こんなにあるんだ。手帳を選ぶその時から書きやすそうだ。新しい一年は始まっている。よし、いや、やっぱこっちかな。手帳は高橋。そうですね、まあ本当にいろんな種類がすごいシンプルなものからカラフルなものがあって、なかなかこれってなると難しいんですけど、まあ、結構これぐらいのちょっと青みのあってでもこうちょっとなんだろうな、落ち着いた色味というか、すごいシンプルですごいいいなとも思うし、なんかあっちの方にあるなんか文庫本みたいな形の手帳もあって、なんかすごいデザインもおしゃれなのが多いなっていう感じでね。まあでもやっぱこれシンプルかな、自分が使うとしたら。中身もすごい見やすいですし、なかなかいいかなと思います。はい、2021年はもうほぼほぼ大河の撮影で終わる年なのでまあなかなかプライベートでどうこうっていうのは難しいかなとは思うんですけど、まあでも本当とにかく体調には気をつけて、まあ、その大河を乗り切って、まあ、プライベートとかもこう充実させるのはまあ2022年かなっていう感じで、とりあえず2021年はもう気合で乗り切ろうかなと思ってます。まあでもやっぱりこう手帳って基本やっぱ仕事とかで使うことが多いなとも思うし、まあなんか知的なイメージというか、まあ最近なんかそういうなんだろうな、携帯のアプリとかそういうので使えたりもするとは思うんですけど、やっぱりこういうちゃんと物で自分で手書きでやるっていうのはなんかすごいなんだろうな、文字を書くってやっぱ書かないと文字って忘れるなってすごい思うんですよ。だからなんかやっぱそうやって普段から字を書いてる人っていうのはなんか美しいなっていう印象が僕の中ではありますけどね。